皆さんこんにちは。それでは第2ステージキングスランサムキングの身代金をプレイしていきます。ミッション、すべての MI6 職員を保護せよ。市民や警備員の犠牲を避けよ。ではスタートです。ジェームズ・ボンド、Sir Robert King。 Ah, the man who retrieved my money. Excellent job. Can't thank you enough. Sir Robert is an old friend. I helped him years ago when his daughter Electra was kidnapped by the terrorist Renard. Still, all that's in the past. Sir Robert thought that the report he paid for would identify the terrorists who've attacked his new oil pipeline in Kazakhstan.Then he discovered it was actually about the nuclear arsenals in the former Soviet Republic, so he turned it over to me. Something's not right about all this. King, money! Bond, we're under... というわけで始まりました。MI6 本部内でキング卿を探しに行きます。しょうがないな。できる男はいっぱい仕事を振られて大変ですね。敵の窓から倒してくれてありがとう。なんかめっちゃ突入してきてる。早速ケチをつけるようで悪いんですが、これってわけがわからない展開なんですよね。キング今日双葉爆弾で遠隔で暗殺する計画なんですよね。ではこの敵の部隊は何のために突入してきているんでしょうか。敵が遠いとエイムアシストが働かない。セキュリティセンター、ここで防護設備の操作ができそうですね。Quickly, Bond. We need someone with your clearance to activate the manual override. Use these keypads to initiate the lock. これだけ人が千人で詰めてるのにボンドが来るまで何もできないってとんでもない無能組織ですね。ロックダウンはこれでできたみたいです。では、キング卿を探しに行きますか。例によってどこに行けばいいのかさっぱりです。しまいました。多分下の階に降りればいいと思うんですけど。非常階段発見。すごい落ち方ですね。もうめちゃくちゃだよ。おっと、味方ですね。スプリンクラーが自動で動かないってどうなってるんですかね。消火設備はちゃんと点検してください。防犯システムは壊れる。スプリンクラーも動かない。 MI6 のセキュリティガバガバなんだよな。ちなみに映画ではこんな突入部隊は出てきません。ゲーム用に無理やり話を膨らませてる感じなんですが、結構矛盾が生じちゃってます。スプリンクラーが動かないから火が燃え盛ってますね。 MI6 が全焼する前に早く消さないと。ここか。ジェームズ、 Stay here, you'll be safe. I have to find King. 二人きりで何してたんですかね。にしても MI6 広すぎ。お、セキュリティセンター、さっきと同じようにここでロックダウンの操作を行いましょう。よしよし。でスプリンクラーのスイッチはどこだ。地下鉄の駅
でも壁の地図とずっとにらめっこするんですよね。よくある。どの出口から出ればいいのかわかんないんですよね。あ、敵だ。走って抜ければこんな、焦って突入した結果、木破りになってしまいました。で、やり直してさっきのところまで進めました。あとはスプリンクラーを作動させないといけないんですが。は、やっとスプリンクラーを動かせました。では、キング教の捜索を再開しましょう。めちゃくちゃ迷ってたのでちょっとカットしました。この先かな。うわ、めっちゃ爆発してる。キング教大発見。 Here, take this pin. It was the detonator. Sir Robert. 007, this is Q. Get to the Q labs at once. The suspect is escaping. She has a boat waiting outside. キング教はほっといていいんでしょうか。めちゃくちゃ迷ってたのでちょっとカットしました。とっくに犯人らしき人は出てるとは思いますが、 Q の研究室に向かいます。どんだけ敵がいるんだよ。というわけでなんとかクリアしました。次回は急ボートで怪しい女を追いかけます。